ので、まあ、一応自己紹介しておこうかなって思います。高校3年生18歳の樋口咲です。私はですね、基本的にソロ活動をしています。それでですね、私はツイッターとアメーバブログをやっているんですけれども、皆さんもね、ご存知の通り全日本公式野球連盟とかヤングリーグっていうやつなんですけど、なんかその野球のね、主題歌に私ね、初めてオリジナル曲が出すんですけど、それの主題歌に決定しました。ありがとうございます。でですね、CD を、まあ、今日はね、まだ手元に、私の手元にまだ届いてないので、売ることはできないんですけれども、これからね、そう、ライブとかで売るので、ぜひぜひね、来てもらって私の歌を届けたいなって思います。あとはね、8月の5日にダウンロード配信もされるので、ライブね、遠くてあんま来れへんっていう方は、まあ、そのダウンロードしてもらったりして、なんかね、朝アラームしてもらったりなんかしてもらったりしたら嬉しいです。それよろしくお願いします。で、ありがとうございます。